さんこんにちは。今回の動画は 1080p 動画を 720p に変換する方法を紹介します。使うツールはエニービデオコンバータフリー、画面右のサイトからダウンロードできます。では早速始めましょう。まずはソフトを起動します。するとメイン画面が開きます。ここで保存先と他の設定を行えます。変換完了したら出力先を自動的に開くのチェックを入れるのはおすすめます。ドラッグして動画を追加したら、ここで元のサイズが 1080p を確認できます。ここのプールダウンリストで変換先のフォーマットを選択します。ここは元動画と同じの MP4 を選択します。全般で解像度を 720p に選択します。さらにサイズを小さくしたいなら動画タブで265を選択できます。ただし保存先のデバイスが再生できるか動画をあらかじめに確認してください。設定が終わったら変換を開始します。ビデオカード持っていないため変換スピードがちょっと遅い、加速で処理します。最後は変換した動画を確認します。確かに 720p に変換されました。では今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございます。